はい。こんにちは。ああ、大平です。<laughs> えっと、本当はですね、まあ今日、いくつか動画を撮ろうと思ってて、まあその中にですね、えー、まあアップルのさ、えー、どうな話をね、まず撮影しようと思ってたんですけど、ちょっと先に、 <laughs> KDDI の話しましょう。なんか Apple のインパクトが、もうなんか KDDI 持っていかれたなっていう、ちょっとろれも回ってねえんだけど、そんな感じがしてますけども、KDDI がえ新しいプランを、えー、発表しました。発表しました。がしかし。っていうね。ちょっとね、いやほんといい加減にしろよっていう感じがします。えっとね、発表のね、内容はもういいです。 ぶっちゃけ、えっと、データマックス系のものを、まあ、新たに発表しましたよっていうところで、で、そこに、まあ、今まで、例えばそのネットフリックスとか、えっと、KDDI がテレアサと進めてるやつかな。テレサか。あれがね、くっついてきますよとか、えー、YouTube、ミュージックとか。そこら辺がくっついてきます。プレミア合かな。 とかってありましたけども、まあそこにさらに、えー、アマゾンプライムがついてくるっていうことですね。で、プライムに関しては、まあ例えば月額500円なわけですけども、これがその料金プランの中にもそもそも込み込みになっていて、お得ですと、え、いうところですかね。で、プラスアルファで、例えばその6ヶ月間は、えー、千何百円引きますよとか、学生さんは ね何百、何千円引きますよとか。そんな感じになって、ちょっと細かいところはもう何も言うまいって、そんなところじゃないと。そんな、そんなとこは別にいいんですよ。え、あの、データマックスを出してくれて、で、そこになんかそのサブスクが加わってくるっていうのは、まあ別にいいでしょう。それは k d d i の方針なんだから。それはそれでいいと思います。で、俺自身も k d d i を契約していて、今データマックスの、まあちょっと古めのやつですけども、 データマックスプランの、まあ、LT 版ですね。5G が出る前に契約してたんで、LT 版のプロっていうものをですね、契約してます。だいたい7500円とか、そんなもんのものです。だからそこに例えばテザリングとかを加えると、テザリングオプションとかってものが入ってきてね、加わったりして、だいたい8000円ちょっとぐらいになっちゃうよっていう感じのものなんですが、うん 俺も使ってるところで言わせてもらいますけども、KDDA 何してくれてんのっていうところがあるんですよ。というのも、あの、価格の発表の仕方。もうこれにつきます。巷、ええ、あのー、では、例えばそのドコモがね、先日アハモを発表したりしましたけども、そこに対抗するプランじゃ全然ないじゃねえかとか、そんなこといろいろ言われてます。それはもう無理な話ですよ。それは無理な話。だって、一週間ちょっと、 一週間経ってる一週間経ってないぐらい一週間ぐらいでしょどっちにしても。ドコモがその新しいアハモを発表したのは。そこに対抗するプランなんてこの一週間でこんな大企業ができるわけないんで、そこはとりあえず置いとこうよと。だから、えー、ドコモで言うプレミアム路線のプラン拡充っていうことですよね。今回のものはね。で、発表されたんだけども、これだから料金の出し方がおかしいって、 これはダメだって。うん。あの、KDDI が発表している価格は3年、七7 6 0円とか、そんなもんですよね。だから4000円以下ですよ。4000円以下でデータマックス、データ使い放題、そして Amazon プライムも込みです。っていうやり方で発表してます。新プランって。でも中身見てください。 KDDI が自社で、まあ、やっているキャンペーンをフル活用してその価格になるって話。実際は9000円超えのプランです。ものによってはね、フルフルで、そのサブスクサービスがフルフルに込みになっているオールスターパックっていうのも用意されてますが、そのネットフリックスもそうですし、テラサと、まあ、いろんなものが組み合わさって、そこにプライムも加わりましたってものは、1万円超えのプランですよ。 それを4000円いくらとかで表示してるんですよ。それはやっちゃいけないって。うんうん、で、それでドヤ顔して発表するもんだから、それは違うんじゃないのっていうふうに個人的には思います。うん、もう堂々と8000円って言っちゃえばいいじゃん。なんかなんかね、ここの差額を見た時にがっかりするんだよね。うん こう見た時にがっかりしますよ。だって、例えば固定回線、もう同時に契約してる人ってどれぐらいなんですかと家族で使う家族で使ってる人もどれぐらいいるか知らないけども、その中でも家族の人数によってもこの割引の金額が変わってきます。うん、で、あとは6ヶ月ね、限定で価格下げておきますっていうものね。次元式のキャンペーンも加わってるわけでしょこの価格には。うん で、さらに学生さんはっていうのもあったりします。学生さんはだって900円とかになってんの、これが。さらにね、値引きされて。これはやっちゃいけないと思いますよ。うん。あの、囲い込みたい気持ちも、まあ、今までのね、<laughs> 見てれば、そりゃそうだよねっていうの分かるし、企業だからさ。分かるし、うん。お得に見す、でもこれお得に見せるって感じじゃないよね。 もともとキャンペーンありきの価格で発表しちゃうっていうのは、要は、あの、ジャパネットとかはすらやらないでしょ。ジャパネットとかすら最初に元々の金額を言ってから、これがいくらですっていう、今だったらいくらっていう発表の仕方ですよね。KDDI の場合は、いくらですって発表して、あ、そうなんだってホームページに行くと元の価格がわかるっていうやり方。<laughs> えー、いや、家族4人じゃないといけないのとか。6ヶ月限定なのとか。そんなとこですよ。違うんだよな、だからな。このーねー、ね頭でっかちなおじさんたちがね、経営人としてやってるんでしょうけども、このやり方はもう古いんじゃないかなっていう感じがします。もちろんその、 一方ではね、例えばそのサブスクとドッキングさせて、だから安くしますよと、お得ですよっていう見せ方も、今の時代に合ってないんじゃないかと、好きなサブスクを選ばせるぐらいじゃないといけないんじゃないかって意見も一方であるかもしれません。ね。まあ、そんなこと言い始めたらさ、そりゃそうだよねって思う方もいるでしょう。もう、だって何十年も前から、Mac だって、 セットは選ばせるんだから。自分の好きな、自分の好きな組み合わせで、じゃあこれでセットでいくらですよって <laughs> できるんだから。<laughs> Mac だってできる。うん。それを KDDI もやったらいいんじゃないかなっていう感じはしますけども。いや、まあまあでも、とにもかくにもね、その、プランの内容はもう変わんないからさ。データは使い放題です。 データは扱え、まあ、一応6ギガっていう制限はそのまま引き続きでしょう。し、えー、それを超えたときには低速になりますっていうのも、あの、ちっちゃい注意書きで書いてあります。ね。テザリングの容量もある程度しかありません。そんなところで、この見せ方な。なんだろうな先生堂々としてない。うん。まあ、もちろん、 うーんこの後に、例えばドコモなんかが、えー、また新しく新プランを発表すると。プレミアム路線のね、価格を改定するのか、内容を改定するのか分かりませんが、新プランを発表するというふうに言われていますから、それをもってしてですね、また、えー、微調整をしてくるのかもしれませんけども、 何はともあれ、この見せ方はどうなのっていうところは思いますよ。だし、変な話。まあ、今回、例えばその、アマゾンプライム、くっつけますと。出てきましたけど、例えば俺今言ったでしょあの、7500円ぐらいなんですよ。元々が。プランのね、価格が。データマックスの LTE のプロ使ってて。アマゾンプライムつけても8000円ですよね。 だけど、今回 KDD 発表したやつ9000円なんですよ。別に得でもねえなっていう、ね、感じは、感じはするんだよな。<laughs> なんか別にね、今までとなんか変わったのかっていう感じはしますけどぶっちゃけね。 まあ、とにもかくにもね、ほんとこの繰り返しになっちゃうんで、なるべくもう終わろうかなっていうふうに思います。どうしてもね、長く話しちゃうよ、こういうことがあると。見せ方はちょっとおかしいって。もうプラン内容のこうじゃない。別に俺はいいの。1万円だろうが何だろうが。だけど、その1万円とか9000円とかのプランを、さも、4000円です。 3700円ですっていう最初の見せ方がこれはちょっと卑怯じゃねえかと。いうふうに思います。まあもちろんそのデータマックス自体も言いたいことありますよ。俺ちょこちょこね、やってます。ね。データマックスなのに速度制限かけられてんだけどと。で、速度制限をかけられた日にゃあよ、0.05メガ BPS ぐらいしか出ないですよ。128キロ BPS どころじゃない。 速度なんだ。0.05メガ。まあ、ちょっと、あの <laughs>、忘れたけど、前にどんなその数字をですね、この動画でお見せしたか、ちょっと忘れちゃいましたけども、すごい速度は低速なんですよ。まあ、ツイッターなんてまともに見れないし、メールだって、LINE だって送るのに、時間がかかってしまう。 もしくは LINE なんこう送った時に送れませんでしたが何度出るかっていう。何度再送ボタンを押すかっていう。それでいて、だから6ギガ、1日6ギガを超えるとそんな制限をかけられていて、それでデータマックスなのかと。言い方どうなのよと。いうふうに思う部分もありますよ。まあ、だからそんなところももちろんあるんだけども、 それにしても、その、それよりも手前の点で、この金額の見せ方はどうなんだっていう、ね、風に個人的には思いますね。うーん。なんかまあ、そもそもですね、その、日本国内において、例えば、ギャラクシーの、まあ、Z フォールドシリーズ、Z フリップシリーズ、またはまあ、 うん、OPPO の Find X2 とかも含めてかな。まあそういった端末に魅力を感じてですね、KDDI を契約していた方もね、多少いると思うんですが、本当ですね、このプラン、プランに関してはさ、KDDI はちょっと、ねえ、<laughs> ええっていうプランだよなっていう感じがしますよね。それでいてさ、まあこの三大、 キャリアはさ、電波めっっちゃ持ってててるるわけでですすよ。よ。割り当てられてるんですよね。そんなに割り当てなくていいんじゃないのって思っちゃいますよ、ここまで来ると。楽天に分けてあげたらと。それぞれの3キャリア一つずつ楽天に分け当て、ね、えなさいよ、と <laughs> いうふうにもちょっと思っちゃったりしますね。そうしたら結構もう4キャリア全部が平等になってくるんじゃないですか、みたいな。 うん、なんかだからもう繋がりやすさとか、そういったとこ,ところを考えると仕方なしに高くても OK みたいなとこもありますし、あとはその、情報弱者というか、あんまり細かいところまでを確認しない、うん、もう分からないっていうことで確認しない人たちなんかは、もうこういったものが発表されたところで、a マゾンも一緒になったの今度と。じゃあ、最近ね、 あのー、家の中で過ごすことも多くなってきてるから、アマゾンプライム一緒になるといいかもね、なっちゃうかもしれませんけど見せ方的にどうなんですかで、あと、プラスその学生が900円になるっていうね。じゃあ最初の価格のは何なのみたいな。ね8000円だ、9000円だ、1万円だっていうするプランの価格設定が、 なんかキャンペーン使うと900円になるって学生は900円になるんですこれはどういうことなんみたいな。<laughs> そこも思わなくないですけども。ええー。ちょっと今回はですね、本当に、ええー、最初は Apple のヘッドホンについてお話をしようと思ってたところで、KDDI のですね、発表したプランがあまりにもだったので、ちょっとそっちにですね、意識を持ってかれました。<laughs> はい。あの、この後ちょっと頭冷やしてですね、 アップルの新しいヘッドホンね。エアポッドマックス。スタジオにはなりませんでした、名前はね。マックスについてはね。ちょっと撮影をね、しようかなって思ってますけども。皆さん、どういう風に思いましたかまあ、多分ね、この動画視聴者も、の中でもまあ、ほとんどが多分ドコモ回線だと思うんですよ。ドコモ系とかね。ドコモ回線とか。KDDI はそんなにいないのかなっていう風に思ってるんですけども。 俺なんかはね、そんな中で KDDI のデータマックスを契約していて、日々使っていて思うところなんですよ。うん、まあやっぱドコモなのかなね。<laughs> またですね、えっとドコモさんが、えー、プレミアム路線というふうに自社でもね、言っている、えー、大容量プランですね。そっちのね、発表をまた後日するということなので、そこら辺もね、追っかけていって、 見ようかなというところですし、まあ、あとはソフトバンクどうしていくのかなっていうところですかね。何しろ本当にあの、今回のね、KDD の発表の仕方っていうのはもういい加減にしてっていうね、ところがね、本当になんかもう募りに募ったものがという、ブワッとなんかそのツイッターとか見てても溢れ返ってるような感じはしますね。えー、がっかりですわ。 え、ね、あの、アハモに対抗するプランはもともと期待しなかったけども、ね、さもそこに見せかけるぐらいの価格に見せて、で、しかもその発表の仕方としてはね、あ、対アハモっぽい発表内容なんですよ。要は、プラン自体は対アハモじゃない。だけども、発表の仕方は対アハモなんです。要はその、20ギガじゃそんな若い人たちは足りてねえぞ。 だからデータマックスが必要なんだ。うちはデータマックスですっていう。ね。ドコモはドコモで20ギガ未満の人たちがいっぱいいるから、その人たちに当てて安い、わかりやすいシンプルな、あの、料金プランにしました。料金設計にしました。っていう言い方でしたけども、そこを根底から覆してきたんですよ。うちのね、ユーザー動向調査によれば、 若い20代の奴らって、だいたい平均で20ギガ以上は余裕で使ってますよと。だから20ギガじゃ足りないんだと。ってことでデータマックスですと。<laughs> いう話の運びですよ。それ蓋開けてみたらどうですか価格確かに3700円。おーほ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 ーと。ねえ。え、ドコモのやつに ?800 円ぐらい。 足せば足しただけそれでデータマックスなの内訳見たら。すっごい細かくキャンペーンを適用させて、やっと3700円になりますっていうことです。これはやっちゃいけないなっていうふうには思いましたね。え。あの、なんか、本当に端末を揃えるというか、そのラインナップは、俺は結構好きです。 はい。あの、他の、まあ、でも、独占っていうのはちょっとやり方は嫌なんですけど、持ってくるっていうのはいいなって思ってたし、まあ、ここ数年、まあ、でも、台無しにした過去もあるからな。ファイアックス o s とかね、面白いものを持ってきといて台無しにするってパターンも、まあ、過去にはあるんで、一概には言えないんですけども、うん、なんか目のつけるところとかっていうのは結構面白いところはやっぱ視点として持ってるとは思いつつも、なんかやり方としてはね、どうしても大企業だなと。頭家庭じじいたちがやってんだなと。 いうふうに思っちゃいますね。はい。本当にちょっと今回のは、これはあの、ツイッターとかね、SNS、他の SNS もそうだし、まあ、なんとか掲示板的なところでもいろいろ騒がれてますけども、そこで出てる意見は、あの、70%、80%言う通りだなっていう感じはしました。うん。なんかみんながちょっと憤慨するというか、そこに近いような感情になるのも、わかるな。まあ、憤慨っていうのも言い過ぎか。 あれだけども、何これって思うのも、ちょっと気持ち的にはわかるなっていう感じがします。俺はなんか契約する気にね、一時です、そっちに、まあ俺もその KDDI の 5G というものを体験したいとも思ってはいるんだけども、なんか特別ね、俺、だって今より価格上がるしね、そうするとね。 うーんなんか、契約変更をするっていうのは考えにくいかなっていう感じがしますね。なんかもう、俺自身ももうなんか、ドコモに移っちゃいそうな気がしてます。<laughs> ということで、また見てな。バイバイ。